八千代市として西東京市より NHK をぶっ壊す。平成30年の11月29日夜の8時飛んで7分であります。タイトル熊芝生なのでまあ妨害者熊さん、まああえて名前はもう言いませんが、今日ですね葛飾区議会の区役所のね隣のまあ棟にある、まあ、区役所の中にあるというか、区議会の方に来まして傍聴してました。で傍聴するのは僕もいいなと思ってたんですが、そのまま僕が昼休みにですね昼休憩の時に、議員会室に帰ったところをまあ、僕に話をしたいということで議会事務局の職員に熊さんが申してたので、もう僕は警察の方から会うことを禁止されてるということなので、110番通報したと。で、まあ、さっきの動画で見てもらえば分かるんですけども、まあ、警察が来て、まあ、警察署の方に連れていくということなので、まあこれですね東京都迷惑防止条例っていうのがありまして、その第5条の2っていうんですね、東京都迷惑防止条例5条の2、何人も正当な理由なく、もっぱら特定の者に対する妬み、恨み、その他の、悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者またはその配偶者直系もしくは同居の親族その他、当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し不安を覚えさせるような行為であって、次の各号のいずれかに挙げるもの、過去マストーカー行為などの規制等に関する法律、さらに過去平成12年法律第81号過去閉じ、第2条第1項に規定するストーカー、する付きまといなど及び同条第3項に規定するストーカー行為を除く括弧閉じを反復して行ってはならない。この場合において第1号から第3号まで及び第4号括弧電子メールの送信等括弧ストーカー行為などの規制などに関する法律第2条第2項に規定する電子メールの送信などを言う以下同じ括弧閉じにかかる部分に限る括弧閉じに挙げる行為については身体の安全、住居、勤務先、学校、その他の通常、所在する場所、括弧以下この項において住居等というの、括弧閉じの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとすると。まぁ、ちょっと長いんですけどね。で、そこの第1号に、まさに、つきまとい、待ち伏せ、進路に塞がり、住居などの付近において見張りをし、住居などに押しかけ、または住居などの付近を乱れにうろつくことと。まあ、この、東京都迷惑防止条例の第5条の2、1項第1号に該当するということで、まあ、その疑いがあるということで警察は、まあ、連行をして、で今日、まあ、警告を2回目の警告なんですが発しています。ただこれが検挙いわゆる被疑者としてですね、その後の取り調べを受けてないことに関して警察は何人も正当な理由がなくというところに引っかかってくると。このね正当な理由もなく理由がなくと正当な理由がなくということは、この熊さんからすると立花がおととい裁判所の帰りにですね、熊の家に行って、熊の家を撮影をしたと。で、熊の家の中の、まあ、敷地に入って撮影をしているから、それが、まあ、住居侵入罪とかになるだろうというようなことで、まあ、熊としては言い分があるから、警察はこれは、警告は発するけども、取り締まりはできない。で、これ、すごくとっても大事なことで、今日、刑事さんにも確認したんですが、ストーカー規制法の警告というのはこれは警察署長とか公安委員会とかその辺のが発布する警告文なんですよ。で一方でこの東京都迷惑防止条例に関しての警告というのは法律上の警告ではないんですね。警察官がこんなことをしてたらこの犯罪になりますよという警告であって、法律上の何か定められた警告ではないということなんです。で、ですから、
これは、まあ、警察としたらですね、これ以上できないんですね。でね、これは警察が悪いんじゃないんですよ。警察に関してはね、警察官が悪いとか警察が悪いと思う人はいっぱいいるんですが、それはね、警察側の立場に立てばですよ、この今の日本の法律とか裁判のやり方って本当に疑わしきは罰せず、犯罪者を本当にね、逮捕しづらいというか、罪をね、問えないような状態になってます。だから構成要件というのがあって、ちょっとでも疑わしいものがあるとですね、警察は動けないんですよ。で、まあこのね、まさに、付きまとい行為の2の何人も正当な理由がなくっていうことについて、立花に、まあ、違法行為をされてるから文句を言いに来たんだっていう理由が確かに熊さんにはあるということで、警察は直ちに罰することができないということになりました。僕も議会終わって、今日5時半に終わって警察に行ったんですけども、まあ被害届でも出すのかなと思ったらそんな感じじゃなかったんです。で、ただ僕は彼がね、この熊さんが警察に仮に逮捕されたりとか罰金刑とか禁錮刑とか懲役刑を受けたとしても、これはね、止まりません。自覚がないからですよ。自分が悪いことをしてるという自覚がない。これはおそらく精神的に何らかの疾患があると思います。それは分かりませんけどね。で、確かに犯罪者ってまともな人じゃないんですよ。普通言ったら止まるじゃないですか。ということでね、まっとうな人じゃないと、このクマさんはね。クマさんってつけたかな、クマさん。で、僕は彼は非常にね、愛嬌のあるところがあって、僕個人的には別にクマさんを嫌いとか、こんなないんですよ。別にクマさん大丈夫とか。で、今回の件でですね、ものすごい気づいたことがあります。クマさんの話題を取り上げると YouTube の再生数がもうにゃーっと上がるんですよ。もうめっちゃ儲かります、ぶっちゃけ。僕の YouTube の再生回数がクマさんによってぐんにゃーっと上がるんですよね。で、これはぶっちゃけ美味しいんですよ、 YouTuber としたらね。で、まあ僕はこういうことをきっかけに NHK 問題や政治にね、関心を持ってくれる人が増えることもすごいありがたいですし、なんて言うんだろうかな、こういう問題の解決方法を皆さんに提供していくのも僕の役割です。これは議員としての役割でもあるし、 YouTuber として、いわゆるジャーナリストとしての役割もあるわけですよ。だからそのクマさんも何が欲しいのかなとちょっと考えたんですね。クマさんが一体求めてるのは何なんだろうか。わざわざね、僕、まあ、おととい北見市に行ってきてよく分かりましたけど、まあ、これから極寒だ、極寒、めっちゃ寒いわけですよ。マイナス30度とかなるらしいですよ、時には。もうマイナス10度は当たり前で、マイナス20度とかになるんですって。もう風が痛いって言ってました。で、まあそういうところでね、どうも奥さんももうなんか逃げていないようですね。ちょっとよくそこまで分かりませんけども、まあそういうね、北見市の寒いところでね、ずっといたら寂しいんだろうなとも思います。で、絡んできたいんですよね、簡単に言えば。熊さんはこれ警察官が間に入って、刑務所に行くとか罰金刑で止まるような人じゃないですよ。この先彼はずっとやり続けるだろうと僕は思います。で、そこでじゃあどうしていくかって言ったら、熊さんを縛って書いてるんですけども、要は熊さんに何もこちらが攻撃をして得なことがなければ、それは何をしても意味がないんですが、じゃんじゃじゃーんですね、これね。昨日行ってきました、法務局ね。忙しい中、松野法務局行ってきましたね。昨日ね、法務局行ってきまして、11月28日ですね。僕ね、こう何だかんだとしながら仕事が早くて、このね、北見市、北海道北見市云々ね、北見市云々ですね、土地ね。で、262.5 宅地ね、262.5 あってですね、で、昭和44年6月2日に変更と、まあ、ここ取得なんですけど、まあ、49年前に、熊さんのお父さんがこの土地を購入してます。売買で買ってます。44年6月の3日に買ってます。で、お父さんが6年ほど前に亡くなって、そのままお父さんの土地をこの熊さんが相続したということが、この登記簿からわかります。ね、
この登記簿から分かることは、何が分かるかというと、この土地借金がまずありません。抵当権がついていません。つまり熊さんはめっちゃ財産持ってます。どれぐらい持ってるか調べましたね。早いね。実は一昨日北見市に行った時に非常に不動産に、まあ、特にこの北見市の不動産について詳しい人が、僕の迎えに来てくれて、まあ、の車でね、仲のいいご夫婦でお迎えに来ていただいたんですが、めっちゃ詳しいんですよ。で今電話して聞きました、ね、北見のここで、262.5 平米、つまり1坪 3.3 坪なんですね。割るとちょうど約80坪あります。で80坪で、まあ、動画で見たお家どれぐらいですかって聞いたら、だいたい坪6、7万ぐらいですって。とするとこれかけるこれですね、熊さんのお家土地はだいたい480万円から560万円。で上物あのね2階建て上物はまあ4だけ言っても150万ぐらいでしょ、まあ、100万円から150万円ぐらいです。ということは熊さんは、まあ、500万円からまあ、700万円ぐらいの財産は少なくとも持ってるということが分かりましたので、この先もうガンガン裁判をしてですね、熊さんのこの財産をどん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 ともうこっちにもらっていこうと思います。ね、やっぱり警察が当てにならない。で警察が当てにならないというと警察が無能だというふうに誤解をする方も多いと思いますから、それは違います。ここは警察が当てにならないじゃないですよ。日本の法律が悪いんです。犯罪者に対して処罰することが本当できないんですよ。この国で刑務所に入ってる人って4万人ぐらいだったかな、少ないんですよ。あのね、僕もね、いろんな刑事事件とかいろんな人見ていきましたけど、やっぱりね、犯罪者に同情するところはいっぱいあるんで、僕根が優しいので、なんかこう熊さんも病気だからかわいそうだなと思ったんですけど、よくよく考えたら病気じゃないとね、ちょっとおかしくないけど犯罪なんかしないんですよ。それね、普通だっておかしいから犯罪するんでしょ。なんかおかしくなきゃ犯罪なんかしないんですよ。で、だからもう彼はこのままもうちょっとおかしいんです。とにかく4年前に、ある人物のツイッターを乗っ取ったと、ある人物のツイッターのアカウントを橘が乗っ取ったと。でそれによって熊さんは地獄の底に突き落とされたとこう言ってるわけですね。でもそもそもその4年前に僕がアカウントを乗っ取ったこともないし、仮に誰かのツイッターアカウントを仮にですよ、仮に乗っ取っていたとしてもですよ、その人と熊さんの関係が全くないわけですよ。そんな有名な人でもないですし、だからもうね、言ってることがはちゃめちゃ。この人で、まあまあはちゃめちゃなんですけど、いつまでたってもやめないでしょ。多分明日も議会に来るって言ってるんですよ。葛飾区議会に、傍聴に来るって言ってるんですよ。別に傍聴に来るのは自由でしょ、どうぞとね。で僕はこれからね、とことんちょっとね、ここは熊さんをね、しばきに行きたいと思いますから、ちょっと僕の支援者、明日10時から葛飾区議会があります。でまあ、大体12時お昼前後には終わる予定なんですけども、まあ、もしね来れる方いれば傍聴に来ていただいて、このクマがですね、傍聴した後どう動くのかをちょっとね、見極めてほしいなと思うんですよ。議会にいる立場のクマが傍聴する。でクマを傍聴席で傍聴してほしいわけです。でその後まあね、当然区議会内とか傍聴席なんかでは撮影とか録音できませんから、熊が、まあ、その葛飾の区役所の敷地から出たところからですね、ちょっと撮影するなり、どこ行くのか、ね、この熊が今どこに潜伏してるのかっていうのはもうね、とことんこいつやらないと、もう財産とにかくね取り上げないといかんと思います。警察はだから本当当てになりません。それは法律が悪いんです。警察が悪いんじゃありません。日本の刑法はもう少しね、なんだろう、疑わしきは罰せずじゃなくて、ある程度ややこしいことをしてる人には罰金をかけたらいいと思いますよ。それこそね、裁判員裁判なんてこういうやつにやるべきですよ。そんなね、人を殺したとかそんなんを一般のその人にね
一般の国民に裁判員になれっていうこと自体おかしいんですよ。そもそも裁判員裁判というのはもっと身近な窃盗とかこういうね名誉毀損とか業務妨害とかそういうもっと身近な犯罪を裁判員裁判で裁けばいいわけですよ。そうすると疑わしきは罰せずじゃなくてそらね殺人とか強盗とか刑務所に行かなきゃいけないようなそういう罪はしっかりと本当にその人生がかかってるわけですからしっかりとね見極めて裁くべきだと思いますけど、このようなもう迷惑行為に関してはある程度はその構成要件が欠けててもね僕は裁くべきだと思うんですが、仮に裁いたとしても仮に熊さんを刑事事件としたとしてもですよ、起訴猶予処分とか安いね10万円ぐらいの罰金刑とかなって刑務所に行くようなことはまずないんですよ。とするとねやっぱり責めるのは YouTube と民事裁判ですよ。 YouTube もう今日ね僕ねこれはもう確信しました。刑事さんにそこは言ってきましたから僕、葛飾署の刑事さん、まあ、若い刑事さんですけどね、刑事さんちょっと刑事さん民事裁判 YouTube でこういう迷惑行為についてはどんどんアップロードしてそれで広告収入を稼ぐで、迷惑行為に対してどんどん民事裁判をしてですね、こっち側は企業からもらえるお金ですね、広告収入、こっち側は、実際に裁判を買ってこのね、熊さんが持ってる土地建物を差し押さえることによって入ってくると。で熊さんずっと東京にいるじゃないですか。これ憲法違反でしょ。国民はね勤労納税の義務があるんですよ。皆さん仕事をして税金を納める、まあ教育の義務もありますけどもね、この人をどう見ても仕事してないんですよ。わからないですけど僕何をしてるか、仕事してるかどうか知りませんよ。でいくつかも知らないです。でもね仕事してないことは明らかでしょ。こんなのずっと東京にいてで金持ってるんですよ。これ東京に飛行機で少なくとも2往復して車でも来てるわけでしょ。慶応も持ってるし財産も持ってるし、この不動産以外にも貯金がなければこんなんできないですよ。東京に来てずっと滞在するなんていうのはね。だからこういうね不届き者はもうとことんしばきに行きますね。警察に裁けない悪を裁くのが立花隆の役割だというのはピンときましたよ。今日 NHK の集金人だって全然警察裁いてくれないでしょ。あれは警察が悪いんじゃないですよ、法律が悪いんです。皆さん警察官に文句を言うのはやめてあげてください。警察は法律で許されていて、さ許されてるものしか取り締まれなくて、もうすぐに検察官にまず文句言われるんですよ。こんなので起訴できるかね、自分たち刑事さんは命がけで日頃仕事をしているのに、ね、弁護士資格というか司法資金を通した検事だから文句言われるわけですよ。これちょっと欠けてるとか、でさらに裁判所でやられるから、警察って犯罪者を逮捕しようとしてもなかなかその構成要件というのが整ってないと裁けないんです。でそれはこの国の法律が犯罪者にとって有利にできてるからなんですね。で、いわゆる権力側が一般庶民を苦しめたっていう歴史が日本にはあるから、その後にできた法律なので、国民市民を、まあ、優遇していると、犯罪者にしないようにしようとしていると、こういう法律なんです。でまあそれはそれとしてね、まあいきなりそれは刑事犯罪の際被疑者容疑者いる犯罪者になるっていうのも、まあ高いハードルを課しているっていう意味ではいいと思うので、まあ日本にはこの民事裁判っていうのがあるのでね、これはもう誰でも手軽にできますから。刑事裁判の多分ね100倍では効かないですよ。1000倍ぐらいの件数が行われてるんですよ、民事裁判っていうのは。だからこれはね、熊さんに関しては民事裁判でしっかり裁いていこうと思います。でね、僕は一昨日ぐらいから法律を守らない政治家 YouTuber で憲法を守らない松戸氏っていうのを昨日からアップロードして、でコメント欄にねすごい優秀なコメントがありましたね。義務教育でですね、子供に学校を行かせない親には実は罰金100万円という制裁があるそうなんです。僕も知らなかったんですが、学校教育法の91条でしたかね。詳しくはコメント欄見ていただければいいんですけど、松戸市ね、憲法を守らない松戸市ってタイトルもね、やっぱ素晴らしいな。だってね、子供学校に行かせなければ親が10万円の罰金ってやっぱおかしいでしょ。でこんな学校教育法なんか守ってないお父さんお母さんいっぱいいるわけですよ。もう実は僕もその一人です。
僕の息子は中学校行ってなかったです。娘も中学校行ってなかったですよ。公立の中学校、中学校に娘も息子も僕は行かせてないわけですから、これ教育基本、学校教育法の91条で10万円の罰金の可能性あるんですね。で、それ以外にもですよ、生活保護を受けてる人に対しては兄弟、親とか兄弟とか、確かね、3親等ぐらいまでかな、少なくとも兄弟2親等ですから、2親等の人はね、仕送りっていうか生活の援助をしなきゃいけないんですよ、民法上では。でもね、もう兄弟仲悪いからあいつにお金あげないとかっつってあげないと、お金ない方が生活保護とかもらえたりするんですね。だからね、法律なんて多くの人が守ってません。もう信号無視するのも法律違反ですよ。ね、僕の家の前のマンションね、大通り、平和大通りです。こっちとこっちに信号があるけど、僕のマンションの前には信号がない。ね。で、前に、薬局があるんですよ。もう行くとき、いつも、無視して行きます。歩行者、通行禁止か横断禁止って書いてあります。それをこう、堂々とね、地元の区議会議員が無視して行ってますから。堂々と。ね、もうね、もう法律も減ったくればあるかいと。道徳の方が大事でしょ、皆さん。道徳。もうね、法律違反しても誰も迷惑かからないんだったら違反してまいっていうことです。で、もう一回この国の法律ちゃんと見直そう。道徳に合ってない法律が多すぎる。で、そんな僕が、ね、国会議員の選挙にも出ようと思います。で、そんなものお前、今の法律守らないのは、そんなやつなんか政治家にできるかい、やるかいっていうやつが僕に登用しなきゃいいわけでしょ。いや、立花さん、面白い。法律を守らない政治家、法律を守らないという公約をしている人に投票しよう。これも自由なんです。それはね、法律よりも憲法が強い。憲法よりも、僕はいつも言ってるように、民意が強いんです、民意。そんなの関係ないよ。民意のが強いんです。選挙で票を取ったら、それが一番強いんですよ。でね、僕はだから、本当に法律を盾にね、なんか調子こいてるやつがいっぱいおる。そこは本当ね、もう許せないやつがいっぱいいるんでね。それ今の自民党政権見たら分かりますやん。森友学園でも。もう法律とね、数を盾に、むちゃくちゃでしょ？国会で承認喚問で呼ばれて嘘ついてね。で、あ、これですわ、これ。ね、久しぶりに登場ですけど、森友総監図、これ。ね、この佐川さん、嘘ついて自分の部下死んで、自殺までしてるのに国会って嘘ついて、で、この後のこっちのおっさんがちょっとおっさん忘れたけど、で、このね、読んだれって言ってるこの酒井康夫弁護士は未だに国会や大阪府に呼ばずに、ね、証人尋問も参考人招致もせずにね、事実を隠蔽しようとしてる国会の議員、国会議員、特に公明党、自民党。僕、公明党は嫌いじゃないですよ。でもね、公明党さんも自民党と組んでるから、どん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 支持下がってますよ。本当に公明党さんもいい加減見直ししないと、一番分かってると思いますよ。公明党さんが今、支持がどんどん下がってるの。得票率めっちゃ下がってるんですよ。去年の衆議院の、比例代表、どうも700万票切ってるんですよね。690万票が下がってるんですよね。今回の松戸選挙も 10% も落としてます。同じ10人10人 でこの葛飾区も今9人公明党の議員さんいらっしゃいますけど、4年前は11人いたんですよ。ということは2人も自ら減らしてるんですよね、勝てないということで。で、まあ、ここ葛飾区は代表 山口夏夫さんの地元でもあるんですけどね、公明党の代表の参議院議員のね。だからもうどんどん公明党さん任期をしてるのは自民党を助けるからっていうのもあると思います。で、じゃあ他の与党がしっかりしてるのか、野党がね、立憲民主党がしっかりしてるのかとか、共産党がしっかりしてるのかって言ったら、まあそれもやっぱりダメなんでしょうね。維新の会も含めて。橋本徹さんが維新の会を潰せ。あののはもう潰れた方がいいって言い出してるわけですから。だから僕のようなちょっと異端児、法律守れへんって言ってる政治家、望まれてるのかなと思ってます。最後はね、こう、真心っていうか、なんだろう、正義感。NHK が本当に弱い者いじめしててね、強くなるしかないんですよ。弱肉強食になってるんですよ、今の日本が。で、弱肉強食を僕は否定をしようとしませんけども、あまりにも弱い者いじめを放置しすぎ、政治は弱い人を守るためにあると僕は思ってますから、
強い人は政治の力なんかいらないんですよ。だから NHK のこの被害者を救うにはやっぱり法律の改正をするしかない。で、法律の改正をするまで待ってられないんですよ、庶民はね。NHK はなんかまだ値下げするとかわけわからんこと言ってますけど、値下げなんかどうでもいいんです。スクランブル制っていう話なんですよ。まあね、ちょっと話がそれましたが、まあこの熊さんに関してはもう財産があることが分かりましたのでね、彼の財産をしっかりと差し押さえていくためにですね、弁護士を使ってでもね、僕はちょっとね、損害賠償の請求に関しては実は全然分かりません。やったことありますけど、損害賠償で勝ったことないんですよ。勝ったことあれだけかな、寛治君の裁判でアドバイスしたやつで勝っただけなんで、最初はちょっとね、弁護士さん使ってみようと思ってます。で、弁護士さんに損害賠償の、まあ、計算の仕方っていうかやり方とかを教えてもらって、ってかそれを見てね、それを盗んで自分であとはやっていこうと思います。これはね、選挙ウォッチャー千代君にも対しても言えることなんで、とにかくね、攻撃されたらやっぱりやり返す、ただね、新しい妨害者、今回よく分かったのはこのクマさんともう一人ね、名前は言いませんけども妨害者がいて、こういうね、クマさんのような人を取り上げると YouTube がガンと上がることが分かったのが一つ。それとこういう人が世の中にめちゃくちゃ多いですね。全然少なくないですね。意外に多いです。もう毎日のように電話かかってきます、これクマさんのような人が。もう最近はもうすぐ切ってブロックしていきますけど、で、もう一つはこういう人ね、寂しいっていうですね、寂しい人が絡んでくる。で、結構います。世の中の1000人に1人とかよりももっといると思いますね。それぐらいの率でいるっていうことですね。で、こういう人を扱うと YouTube が伸びるという3つが分かりました。ということで、これからも熊さんに対しては YouTube と民事裁判で戦っていこうと、攻撃をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。八千代市、そして西東京市より NHK をぶっ壊す。